Bonjour à tous. 皆さんこんにちは。今日は私の自己紹介街歩きビデオ第2弾ということで、今後ろにオルセー美術館が見えています。セーヌ川の水位がすごい高くなってるなという。前回買った、はい、モノプリのこの11ユーロのですねパリーというスウェットを着て今日は街歩きしていきますけれども、1回目の今回はこのオルセーから出発しますね。前回シャンゼリゼのシェアハウスから出まして、まあ、その前の夫と一緒にこのなんとオルセーの真横にですね、住み始めました。はい、目の前がルーブルです。これチュイルリー庭園ですね。ルーブルがあって、そしてこの橋からででーん、グランパレーとかね、オルセーということで、ここも本当にあの2大美術館がですね、もうほぼ向かい合っているという位置に来ています。この橋ですね、いつもはすごいスリのたまり場で、あの今旅行者が消えたのでスリも消えました。いないんです、ほとんど見かけません。たまにねいるんですけど、後ろからね突然声をかけてきてね、なんかサインしてくれとかね、そういうスリがこの辺り多いです。でオルセーの前もとっても多かったんですけどね。でオルセー美術館、時計台がありますんでしょ、この時計台ですね、駅だったからこんな大きいね時計があるんですね。1900年の万博の時に作られた駅だったんですね。もちろん有名なモネ・マネの作品、そしてあの有名なですゴッホのね自画像もここにありますよ。美術館再オープンしたらオルセーの中も散歩したいなと思っておりますが、ローラーブレード、電動のキックボードがね今すごい流行ってます。危ないんですけどね、あれヘルメットしないで20キロぐらい出るので、結構ね死亡事故とかも多く出てますのでね、本当に危険です。今ね左岸に渡ってきましたね。セーヌを渡るとルーブルと反対側の方、はい、このリュードバックというところに住んでおりました。私の住んでいた家というのはですね、17世紀後半かなんかにね作られたっていうものすごい古い家だったんですけど、でここに住んでいた時には私はあの映画学校に行っておりました。私すごいね、あの右眼でこと足りちゃうんですね。右眼派左眼派っていると思うんですけど、私はもうここに住んだの1年ちょそこそこかな、どうも合わなくって、この本屋さんエリック・カイザーさんになってますけど、私住んでた時はまずいパン屋さんでね、もうがっかりでした。ベルヌイユ通り、ここはですね有名なセルジュ・ゲンズブールというですね方の家があるところで、娘さんのねシャルロット・ゲンズブールさんによくここで出会いま、あの出くわしました。はい、モノプリ、ああ私住んでた時にあったらどんなに助かっていたかっていう感じなんですけど、あとはジョエル・オブションさんのアトリエ・ド・ジョエル・オブションありますね。はい、お花屋さん、オノン・デ・ラ・ホーズっていう、これチェーン店なんですけどね、かわいいお花屋さんです。あ、この間も出てきてたジェラール・ダレル、はい、なんか物騒な雰囲気になってますね。目の前にたくさん機動隊が、治安部隊が、デモかな。フランス人のですね国民的スポーツはサッカーではなくデモでございます。ということでなんかデモがあるみたいなので機動隊の人がいるんですが、サンジェルマン大通り、ブルバーサンジェルマンって言います。渡ろっかな、カメラ持ってたらなんか逮捕されそうな気もするんですけど、ここまっすぐ行くとバック通りっていうね、あのスイーツの大通りです。すごい景観の、ちょっと待って、この目の前にいる人、これのカトリーヌドヌーすごい機動隊です。デモですね、あ学生のデモかな、あの学生諸君が今ねコロナで大変なんですよ。だからね政府に何とかしてっていうね、そういうデモです。こんな若い子たちもリセアンとかね、高校生とか大学生もデモします。国民的スポーツですね。あの小さい頃からですねフランス人というのは自分の意見をガンガンぶつけるということをですね、もうあの英才教育されておりますのでね。はい、ということで今ブルバーサンジェルマン歩いてます。スキューゼモアパードン、
C'est les manifestations de quoi, pardon ? Des enseignants. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Bon courage. そうだった、そうだった。学生職員じゃなくって、おしゃれな人。学校の先生たちの一日、今日はストをする日でございまして、見てください、この機動隊のこの車がね、ずらーってあるんです、これね。すごいんです、このほら、バイクに乗ったね、機動隊の人たちがいるんですけど、この人たちがね、あちこちですね、移動できるようにしてるんですね。どっかで悪い輩が発生したら、そっちにガーって言って、突発的に起きた暴動を、早く鎮火できるようにするためにああいう風にですねバイク隊がおりまして御用だ御用だみたいな感じでね何十機何十台っていうですねバイクで機動隊がうわーっと移動するのは、ねまあ、怖いですね。日本に比べるとね本当にね殺伐とした感じがするんですけど、うちのお父ちゃんもですね日本に来た時に走ってる車も穏やかだって言ってて本当にそう思うんですよね。何もかもがね日本は穏やかですね。パリは本当に殺伐としてます、まあ、それが怖いとか合わないなら住まない方がいいと思うし、はい、サンジェルマンデプレ着きました。はい、ソニアリキュールさんね閉まっちゃいましたね。ここねこれラルフローレンのカフェが出しているカフェです。かわいいコーヒーが2ユーロまあ普通かな。ラルフローレンのカフェレストランがあるんですけど結構ね評判いいんですよ。スープとかバーガーとかかな。はい、今、はい、アーペーセーとかでこのねサンジェルマンデプレ界隈というのは実は割と新しいとまあ言ってもですね、まあ、革命以降どんどん発展していったところです。というのも、はい、前方に見えてきたんですけれどもサンジェルマンデプレ教会というねパリ最古の教会がありますもう1000年前にね作られた教会ですけれども、あの教会というのは、大きな大修道院もう国王にお金を貸すぐらいお金持ちだったというですね修道院のこの辺りは、まあ、敷地でございましたので田舎っていう感じでね畑があったりとかね田舎でした。あれあエルメスです。ボジュかわいい。はい、ね、落ち着いた本当にね日本の東京で言ったら青山って感じですかね。なんかすごい人がいます。あーホットワインだ。ホットチョコレートとかホットワインですね。私酔っ払っちゃうから無理っていうかすごい密だけどまあねチョコレート飲もうかな。もうトイレ行きたくなるからすごい密。はい、伝説的なブラッスリーリップですね。政治家の皆さんとかねこう有名人がね、御用達のお店なんですけどここは一元さんは2階に通されます。お得意様は近いね、いうところで私は2階に1階だけ行ったことありますけどもね、はい、1000年前に建てられたサンジェルマンデプレ教会です。よくねこのドゥーマゴニのテラスに有名人が方がいらっしゃいます。赤信号赤信号でもね走らないねもう堂々とねゆっくり突っ込んでくることはないですから。はい、あらドゥーマゴがこんなになってる。おしゃれね、カフェのないパリって本当にバターのないパンみたいなそんな寂しさがありますけれども ね。そしてはいルイ・ヴィトンがありますね。で、はい、カフェ・ド・フロール2大カフェです。どちらもですねもうびっくりするぐらい高くって、あエミリーにも出てくるなエミリー・イン・パリスにも出てきてましたけどもね私は外から見るだけもしくはコーヒー一杯みたいなね感じで結構かなって思っちゃいますね。なんかすごいまた最近値段が上がったような気がしていてそれにですねサービスがついてくるならいいんですけどお得意様にだけ愛想がいいみたいなとこってあるじゃないですか。やっぱそれはねそういうところは私はおすすめしたくないですね。あアランデュカスさんのチョコショコラありました。ルショコラアランデュカス円ですね。円
ね、ここにもルイ・ヴィトン様いらっしゃるんですけど、やっぱり空いてますよね、他の店舗に比べて。はい、やっぱりね、行列とかありました。本当に東京でいう青山っていう感じの、面白いんですね。結構パリって東京で言ったらどこみたいなところが結構あって、サンジェルマンデプレは本当に青山だなと思うんですけど、このサンジェルマンの大通り、ここまっすぐ行きますとモンパルナスタワーが見えます。パリの唯一の高層ビルですね。ずっとまっすぐ行くと、これレンヌ通りって言いますけどもね、ずっとまっすぐ行くとモンパルナスに着きます。でここ入っていくと、パリの松木用と呼ばれる安いシティファーマーというね薬局がありますけれども、まあね、混んでるのでちょっと今回は行きませんけども、1000年前の教会です、サンジェルマンデプレ教会。そしてここまっすぐ行くとセーヌ川ですね。あとね、ボナパルト通りというところがあります。オデオン駅というところに向かって、はい、歩いていきます。ここね、サンジェルマンデプレの、はい、メトロがあります。あ、なんか切れちゃったんだなっていう感じしますよね。はい、もともとはね、もっともっと巨大な修道院だったんですよ。ずっとサンジェルマン大通りを歩いてきて、マビオンという、ね、駅に着きました。マビオンね、レオン、大きなレオンがありますね、ここね。はい、こちらに行くとビュッシ通り、せっかくなんでビュッシ通り行こうかな。はい、皆さんご覧ください。外を残して中をね、もう全部崩して工事するんですよ。外はこれ歴史的建造物というか、外観はね壊しちゃいけないですから、外観を上手に残して中だけ新しくするという感じです。ここにもあった、モンマルトルでもねお見せしたジャム専門店で、すっごい美味しかったです。ここのジャム本当に美味しかった。でもうちの娘がすごい勢いで食べたので、いや週に1回8ユーロのジャムは買えないなと思って。あとね、ビッシ通りね、ここおすすめ、イタリアのパスタディーノです。はい、ここの、はい、これね、パニーニ、パニーニめっちゃ美味しいんです。よく私ここのパニーニを休憩で食べてきてました。何の休憩かっていうと、私このそばでですね、あのおじさんまだいる、ボンジョーサバあのおじさんまだいる、嬉しい。あのね、新聞をね売るおじさんなんですけど、サイエーサイエーって言ってね叫ぶおじさんなんですよ。あ、ここでもパンショーやってる。ホットドッグとかね、やっぱカフェ閉まってるけど、こうやってね頑張ってるんですよ皆さん。ずっと閉め切ってるよりはなんかしようって言ってね。あ、ここも綺麗になったな。よくここはおやつを買いに来ました。あら、まあすごいお花。ここもねお安く一杯飲めるみたいな感じで、もう私はそんな飲めないんですけど、モヒトとか流行ってる時に半分も飲まないでベロンベロンになった記憶がありますけど。でここにですね、この通りに、はい、一風堂があります。一風堂ね、1号店があります。でここは有名な、はい、美しい美術書を売っているタッシェンです。タッシェン、はい、まあよくここのお店でも散財しましたね。まだある、よかった。かわいい。ここセレクトショップなんですけど、ここのセレクションが大好きで、ルイ・ヴィトン・シアン・コメディという通りなんですけれども、昔の劇場の通りということで、こちらがパリで最も古い、パリ最古のポコープ、1686年創業の、最古のカフェです。マラとかね、そういった革命家たちがここでね新聞の、まあ、原稿を書いたりしてね集まっていたところですね。ということで、ここまっすぐ来たらオデオン駅というところに着きます。キャッチドデオン、オデオン界隈に着きました。ちょっとここ懐かしいところに寄っていきます。本当にね、ここは古い通りで、石畳、これでもだいぶ工事されましてね。そうそう、前ね、ここでなんか食品屋さんになってますけど、そうですね、アクセサリーをここで私売っておりました。フランス、パリで
作られているデザイナーさんのアクセサリーを、まあ、売っていたんですね。私の最初のアルバイト、売り子でした。あとこのね、アンジモシャパリというのも、ここも有名なあのチョコレートのお店です。こんな風にミシュランガイドにも載ってますね。懐かしい。あれまだある、グリーマー。まだジャコモくんいるのかな。今日はジャコモくんじゃない。素敵なペンとかね、紙ですね。でペンとか、あと、はい、ここのね、サロンボテジャコビンヌというところにね、よく来てました。デザートが美味しくって。あら、こんなライバル店が思いっきり目の前にできたんだ。へー。このオデオン駅降りるとすぐにこのですね、ダントンというですね、革命家のこの彫刻があります。このオデオン界隈はこんな風にここに映画館があって、こちらにも MK ドゥという映画館が一つあって、はい、あちらにももう一つ UJC というですね、映画館があるんですが、たくさん映画館があることで有名な界隈です。あら、カフェピエールエルメ、ピエールエルメさんもできたのね。もう行かない、もうさすがに今日はもう行かない。何回続けて行ってるんだろう、ね、甘い匂いがします。こういうキャンディー屋さんがありまして、こういうね、はい、甘い匂いがしてます。ピーナッツをね、カラメルにしたものがあって、その甘い匂いがしますね。そうなんです。なのでアクセサリー屋さんでアクセサリー売ってたので、で休憩中とかによくここでもクレープとかね、食べたりとかしてました。はい、こちらはパリ大学、ユニバーシティドゥパリ、はい、パリの医大があるところです。あのルネ・デカルト大学ということです。なってます。このローマの大浴場跡が、中世美術館というものになっております。フランスルネサンス様式の建物ですけれども、これが中世美術館になっているんですが、今、工事中です。この前にこんな公園があって、はい、目の前にあるででーん、大きな建物が、これが有名なソルボンヌ大学。ソルボンヌで勉強してましたとか言ったらかっこいいんですけど、してませんあの、私はソルボンヌに行ってません。で、私はここで何をしていたかっていうと、お勉強ではなく、はい、有名なル・ションポーという映画館ですね。こういうところに来てました。私はろくにお勉強もせず、こういうシャンポリオンという、ね、通りには他にも映画館が1軒2軒ありまして、ここをですね、私は映画館をはしごしてまして、1日3本ぐらいもう名画を立て続けに見るみたいな。本当にね、その当時ね、安かったんですよ、映画。しかも、まあ当時はまだ若かったですから、学生割引みたいなのもあって、すんごいたくさん映画見ましたね。もう楽しくて楽しくて。ここがソルボンヌ通りです。まっすぐ行くと有名なソルボンヌのドームが見えます。こっち行こう。で、この辺りはですね、カルチエラタンと呼ばれていますね。このソルボンヌ大学の一帯はカルチエラタンと呼ばれています。なんでかというとですね、ソルボンヌ大学ができたのは13世紀の話ですけれども、13世紀のパリというのはもうヨーロッパ一の人口の街になりまして、特にですね、神学を勉強しに来る学生さんたちが集まったんですね、このソルボンヌに。で、当時は公式な言語というのはラテン語です。フランス語っていうのがもうフランス全土で同じ言葉が使われるようになったのはフランス革命以降のことですからね。これがサンジャック通りです。ここがローマ帝国時代の南北を走るメインの通りだったところですね。本屋さんが未だにやっぱり学生街なので多いですね。はい、もうみんな赤信号を渡る渡る渡っちゃおうかな。タンタン、タンタン専門店でした。皆さんご存知でしょうか、フランスの漫画タンタン。フランスじゃないや、ベルギーだ。怒られちゃう、そんなこと言ったら。ボンデシネと言いますね、フランス語ではね。ベーデーとかって言いますけど、フランス版漫画のお店ですね。フランス語もまあまあ自信がついてきたかなという時にですね、字幕翻訳の仕事を始めまして、あら、トトロが出てきた。トトロ大人気、ね、アニメのね、それこそタイムリーにアニメとかありそうなお店に
いるんですけど、ドラゴンボール、はい、ドラゴンボールは訳さなかったけど、フランスの明日のジョーの DVD のフランス語の字幕は私が翻訳しました。漫画だ、日本の漫画だ。来ました、我が貴婦人です。あー、もうなんか久しぶりで泣きそう。はい、工事中です。クレーンが今こんな姿ですね。2019年ですかね、4月の15日に火事で屋根が崩れ、塔が崩れ、なんて言ったらいいんだろう、もうショックでショックで、もう自分の実家が燃えてるみたいな、それを生中継で見てるみたいな、早く消してよっていうね気持ちで、なんで上から放水しないんだろうって思って、もうとにかくいても立ってもいられない感じで、もう泣きながら見てたんですけど、まあ、あの放水してたらですね、ノートルダム全体が崩れてしまうということで、そういうことはできなかったんですね。とってもデリケートな消火作業だったということで、本当にあの消防士の方たちは命を懸けて消火してくれたんですね。はい、だいぶノートルダム近くまで、はい、来られるようになりました。本当にゴシック建築のこういう大聖堂を前にすると、何がいつも感動するかっていうと、ノートルダムもまあ200年以上かけて作られましたけど、これ作ってる人たちっていうのは完成を見ないということを知っていながら命がけでこれ作ってきたわけで、そこに感動するんですよね。なんだかこういろんな自分の欲とかなんかそういうものを超えた信仰心っていうのも、私はあの宗教何にもないですけど、後世のね人たちの魂の救済とかね、そういうことも考えてやっぱり作ってるわけで、はい、だいぶね近づけるようになりました。ちょっと前まではこのパフビと呼ばれる前の広場はねアクセスできなかったんですけれども、鉛が火事で飛び散ってしまって、まあ、人体に影響悪影響があるということでね近づけなかったんですが、ここまで近づけるようになりました。我が貴婦人の大聖堂です。ノート我らがダムは貴婦人です。ノートダムってどこにでもありますけれどもね、どこにでもというかノートルダムという大聖堂他にもたくさんありますけれども、まあ、ノートルダムと聞いたらやっぱりこのパリのノートルダムですよね。細かいね、お話はここではいたしませんけど、火事の時には本当にあのパリジャンたちずっとそこにあったものじゃないですかね。それがやっぱりそういうものって安心感があるっていうか、すごく複雑な気分でしたね。ただのあのモニュメントが燃えてるっていうんじゃなかったですね。もっと親密なものが崩れようとしているっていうのが、これ本当にパリの人たちみんな思ったことだと思います。中をお見せしたいですけれども、まあ、別のノートルダム大聖堂をお見せする機会があればなとは思いますが、で私の自己ご紹介に戻るんですけど、私の中でですね結構衝撃的なエピソードというのはこのノートルダムの横でございまして、2001年の9月11日皆様あの世界が変わったあの一瞬のニューヨークの悲劇出来事ですね。ニューヨークの911のテロがあったその日に、私実は急性盲腸になりまして、結構危うく死ぬところだったらしいんですけど、その時にですねなんと運ばれた病院の先の外科医がスト中、外科医がストする国ですかみたいな、するんですよ。であのしかも911ということでね、私あの相当お腹痛くて死にそうだったんですけど、廊下でほったらかしいみたいなね。であの朝運ばれて、救急車で運ばれて、 その当時まだあの先ほどのねバック通り住んでて、最終的にですねたどり着いたのはこのノートルダムの横のオテルジューというですね病院だったんです。これは19世紀ですね、ナポレオン3世の時代に作られたという病院です。ここで私緊急というか夜中に手術を受けて、次の日ねあのノートルダムの鐘がグワーングワーンとですね911の犠牲者のために鳴り響き、私の傷に鳴り響くみたいなね、というですねエピソードの、はい、オテル10でございます。まああのね古臭い病院で怖かったですよ。なんか薄暗いし、本当薄暗いんですよ病院なのに、電気あんまついてなくて死ぬかと思いました本当にね。2日ぐらいで退院したんですけど、もうすっかり元気になって、退院してすぐにカフェであのプレバスケーズっていうのを丸ごとペロッと完食しましたけどね。はい、こちらがシテ島の、はい、この先に見えるのがサントシャペルです。ステンドグラスで有名な、これもゴシックの教会です。パリの裁判所の今ね一部になっています。でここが花市ですね、有名シテ島の花市場です。はい、ということで今からセーヌ川を渡って、すごいでも水が
水位が上がってるな。あそこに、前に見えている建物はコンシェルジュリーですね。もともとは王宮だったとこですけれども、牢獄になりましてね、革命の最中はギロチンの待合室なんて言われましてね。はい、ということで自己紹介と、街歩きの動画2回目でございましたけれども、次回は私がパリ生活ほとんどの時間をそこで過ごしているというね、モンマルトルの界隈を街歩きしてみたいと思いますので、どうぞご覧になってみてください。それでは。